見せてもらおうか。伝説のスーパーユーチューバーの性能とやらを。やつが来たんだ。売れない芸人20年のウェルダン穂積だ。ケロ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 、やっぱり外出自粛は家でガンプラ作りに限りますな。ケロ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 。はい、どうも皆さん、松坂桃李です。ですね、あれですね、あの外出自粛で自宅にこもってるから、DV 被害がすごいんですって。あのフランスでは3割増加、日本でも4割増加したりしてるところがあるんですって。要するに、まあ、自宅にこもってこれだけ長いことストレスが溜まっていくと、やっぱりこう、まあ、やっぱいろいろありますから、その不安もでニュースもあるし、でテレビから目が離せなかったり、ゲームやったりとか、まあ、インターネット見たりとか、やっぱ疲れてるんですよ、みんな。そうすると絶対に、僕ね、結構初期の頃から多分これ起きるんじゃないかなと思って、多分ね、でっかい事件が起きるんじゃないかと思ったんですよ。親がこう、もしくは子が親をみたいな、ちょっとでかめのね、ちょっと残忍なのが起きるかなと思ってたんだけど、それよりも、まず先に、DV、やっぱこの、なんていうんですか、DV を、撲滅しようとしてる団体とかが国にやっぱ提言してたらしくて、国も動き始めて、受け入れる、要するに、被害を受け入れる、一時保護する子供とか、奥さんとか、そのね、DV の被害に遭われてる方を保護するっていう、システムが出来上がってきてるんですって。いや、これね、ほんと僕、これからだからもっと複雑化していきますね。いや、これほんとね、僕わかるんですよ。3.11 とかの時もそうだったんですけども、本当に情報がもう不安と、あともう本当に情報に張り付いてるのと、運動不足とか、そのいろんなの、その閉じ込められてるのも込みで、これ絶対、内側に行くんですよ。その攻撃性みたいなのが。これはもういい悪いとかじゃなくて、いかにだから今、普段の生活でありがとうとかをきちんと言ってきたかとかが結構問われてるんですよね。そういうのがもう今更じゃないんですけど、まあ大事なんですよね。その人間のその本当の許しとか優しさとか、まあ、助け合っていく心っていう結構シンプルな、こう、なんていうんですかね、心が DV。 本当に僕本当にそういうの大嫌いです。いじめとか DV とかそういうの、DVD、DV。お前、ブルーレイじゃねえかよ、これよ、つって。ブルーレイっつったのに、お前 DVD 借りてきやがって、この野郎。DVD 投げつけたりして。DVD、DV。ちょっと待って、ブルーレイじゃねえやねえかよ、つって。奥さんに DVD 投げつけてね。おい、つって。もう、ブルーレイじゃないと NG 集入ってねえんだよ、この野郎、つって。これ DVD、これ DVD、DV って言うんですけど。これが毎日続くと。この DVD、DV が毎日続くことを DVD、DV Day by Day って言うんですけど。DVD、DV Day by Day って言うんですけど。いや、これね、考えどころですよ。まあ、要するに、これだから、DV の被害に遭う、遭わないとか、また別で、職場でも何でもそうなんですけども、イラつきを抑える、まあ、心の余裕、とかじゃないんですけど、問われてますよ。今までの自分の心が問われてます。そんな感じで、本当にこの辛い毎日ですけども、今許し合っていく心みたいなのを僕は本当に大切にしていきたいなって思いますね。その、まあ、民度とかなんか、なんかね、ネットスラングみたいな言葉は使いたくないですけども、そのね、人の心が問われてると思います。まあ、なんか信念とか哲学とか思想とかそういう深い部分だと思うんですけども、そんな感じでですね。いやー、とにかく、いたわり合って欲しいなと思います。まあ、そんな感じで今日はそんな放送でした。ウェルダン穂積でした。チャンネル登録で私の同志になってくれ。